はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校1年生参考書の一編の力試しの解説やっていきます。今回はね、問題全部書いてるわけではありませんので、参考書の方見ながらね、確認してみてください。よし、じゃあ行きましょう。で、まず正の数を選びたいですね。で、これ正の数に関してはもうプラスがついてれば OK なんです。で、大事なことは、まあ、正ってプラスのことだからね、プラスのついてればと言ったんですけど、プラスって省略、消すことができるので、プラスが書いてないものも選んでください。例えばその選ぶとこからあるんだったら3分の4とか、これも OK です。で、プラスが書いてないけどそれも選ぶ、隠れてるだけだからね、3分の4は。で、マイナス150、マイナス 0.12 はマイナスで負だからダメだね。で、次プラス17ですね。で、これは選ぶ問題なので、このプラスが書いてあるんだったらプラスは消さないでください。そのまま選んでください。で、マイナス12分の5はダメ、0もダメ、0ダメだからね、0は正の数、負の数両方入りません。で、最後 2.3、 この3つですね、これが正の数で、次がね、ちょっとややこしいんですけど、負の整数ですね。これが負の数だったらマイナスがついてるものを選べばいいよねで終わりだったの。けど負の整数になっちゃってるんで、まず整数を考えます。で、整数って何って言われたら、分数と小数以外のものです。つまりこの中選ぶんだったらマイナス150です、プラス17、あと0も OK です。これが整数。その中で負のもの、つまりマイナスがついてるものどれって言われたら、マイナス150しかないですね。だからこれで終了です。で、次、3回かけると負の数。まあ、これ3回かけるっていうのがポイントなんですけど、これ例えばね、プラスのものを、まあ、数字いくつか、わかんないけど、プラスのものを3回かけるじゃないですか。そしたら答えもプラスですよね、必ず。で、同じように考えると、マイナスのものを3回かけると、マイナスが奇数個、ね、3個あるので、これ答えマイナスになるってわかりますよね。つまり、3回かけて負になるのはマイナスのものなんです。で、今、負の数なのどれって聞かれてるから、じゃあ、マイナスのものを選べば OK ですよねって。で、ここに整数とかっていう縛りがないので、じゃあ全部ね、マイナスのものを選んだらええやんっていうことだから、だからもう単純に、まずマイナス150。で、次なんだ？マイナス 0.12 か。マイナス 0.12。あともう一個あったね。マイナス12分の5。ここは負の数なので、小数も分数も関係なしです。全部 OK になります。といった感じで、こんな感じで選んでみましょう。で、次、大問2ですね。で、2つ、数が並んでます。で、これを、代償関係を、不等号を使って表しなさいと。で、まず不等号、確認しとくと、こういうやつです。まあ、イコールがつくのもありますけど、こうやつ。これ、小なり、これ、大なりって読むんですが、口が開いてる方が大きいと覚えてください。つまり、ちょっとこっち消すよ。これだったら、こっち側の数の方がでかいですよってことを表してます。だからそれを使えばいいと。で、マイナスごとに、まあ、これはいいよね。どっちが大きいって、プラスの方が大きいってわかるから、答えの欄に、マイナス5、こっちのが大きいですよと、わかるように、これで終了になります。で、マイナス3とマイナス4。これもね、すぐ分かる方はそれでもいいんですけど、ちょっと不安な方とかは、数直線を書いてやってみてください。なので、まあ、定規とかつかなくて全然構わないから、書くでしょ。で、マイナス3、マイナス4があるあたりをこう書いていくと、じゃあ、例えば、どうしようかな。ここに0しよっか。で、左側どんどん減っていくと、マイナス1、マイナス2、マイナス3、マイナス4、マイナス5。ちっちゃくてごめんね。こうなってると。で、マイナス3とマイナス4の位置を確認すると、こことここにあります。こことここ。
数直線は右の方が必ず大きいです。そうなってます。だからマイナス3の方が大きいですよね。大きいですよねって確認してもらっても構わないです。だからマイナス3の方が大きいので、こっちの方が大きいと。こんな感じで。で、最後ね、小数と分数が入ってるんですが、これ好みもあるんですけど、自分はね、もう分数を小数に直しに行きます。こっちの方が楽です、基本的には。通分しなくて構わないんで。で、2分の3。これを分数に、小数に直すとき、こういう風な2分の3でなってるでしょ？これはこうです、割り算で。3割る2と同じになります。だから、3割る2を筆算とかでやってみてください。これ 1.5 になります。つまり、こいつはマイナス 1.5 なんです。マイナス2分の3っていうのはね。で、これをまたね、数直線でちょっと確認してみると、マイナス1とマイナス2のゾーンにいるから、大きめにいこっか。0。マイナス1、マイナス2と。で、1.2 と 1.5 って考えたら 1.2 の方がこっちに来ますね、先に。で、もっとこの辺か、この辺にマイナス 1.5 が来るとってなるから、数直線だと右にマイナス 1.2 がいるんだよね。つまりこっちの方が大きいということが分かるので、マイナス2分の3よりマイナス 1.2 の方が大きいですよと、こうなります。で、今、数直線書いてやりましたけど、できればね、まだ今この時点だったら数直線書いてもらって構わないんですけど、マイナス同士比べるときは、そのマイナスを取った数、取った数が小さい方が大きくなります。これややこしいね、日本語だと。つまり、3と4比べたとき、3の方がちっちゃいでしょ。だから、全体的にはマイナス3の方が大きくなるんです。これも、マイナス同士比べたいと。じゃあ、マイナスを取って、1.2 と 1.5 を比べるの。1.2 の方がちっちゃいから、マイナス 1.2 の方が大きくなる。っていう風に覚えた方が、時間はかからないね。すぐ終わる。で、あと気をつけなきゃいけないのが、これたまにね、マイナス2分の3を計算してマイナス 1.5 に変えましたと。答えの欄にマイナス 1.5 で書いちゃう子が出てきます。これ×食らいます。問題ではこの数字を書けと言われてるので、必ずこっちで書いてください。いいかな？で、あとね、おまけなんですけど、たまにこの3つ比べなさいって出てきます。3つ。じゃあどうしよっかな。簡単な数字でいいですか？じゃあ、2と、マイナス3と0をくらの代償関係比べなさいって、こういう風に書きなさいって言われた時に、これね、2つの数字だったらそのまんま書いてどっちが大きいのってやったら OK なんです。でも、3つで比べるときは、一番左から小さいものから並べてってください、どんどん。だから、順番書き直す。今、マイナス3が一番ちっちゃいんで、マイナス3先に書きます。で、次に大きいのは0。一番でかいのは2っていう書き方をしてください。たまーに出てきます、この3つのパターンも。まあ、もしよかったらね、覚えておいてください。よし、じゃあ次ね、3番いきましょう。で、3番は、80点が基準になってる、そのテストの結果ですね。で、まず1番が、D 君の得点って何点なのって言ってる。で、表には D 君プラス8って書いてあるでしょ。で、D 君プラス8なんです。これ表どういうことかっていうと、基準が80点。これ基準必ず書いてあるんで、それチェックしておいてください。基準が80ってなってるから、80点よりプラス8点なんですって意味なの。だから80に8足せばいいもん。80足す8でね。だから、つまり答えは80足す8なので、D 君は88点です。で、これで終了です。こういう意味だと思ってください。この基準が書いてあるやつね。で、次に C 君のところの表が抜けてるんだよね。X になってるのかな。で、C 君73点でしたって言ってくれてます。C 君73点。ごめん。で、これはね、計算で解いても構わないんですけど、
73点って80点の基準に比べてどうなのって考えればいい。で、これ80に比べたら7点低いじゃないですか。7点低いんだから、じゃあ下だからマイナス7だねって考える方がシンプルです。計算で解くよりも。だからもし82点って書いてあったら、基準より2点上だからプラス2なんです。っていう感じ。で、最後6人の平均点求めます。で、平均点っていうのは全部足して人数で割るってのがね、小学校でやってきましたけど、これ全員の得点を例えば出す。A 君プラス6だから86点。B 君は0だから基準と同じだから80点。で、C 君73点分かってて、D 君88点出してて、E 君がプラス16だから96点。で、F 君がマイナス5だから75点って分かるので、全部足して6人いるから。6で割る。でも OK です。それでも構わないんですけど、ちょっと簡単な解き方を教えます。これは、表に書いてあるプラス6とかプラス8、それを使って解くんです。だから、括弧86点のそっちではなくって、まずプラス6でしょ。で、一応0も書いとこうか。0。で、C 君がさっき出したマイナス7か。マイナス7。D 君プラス8。E 君プラス16。で、最後の F 君がマイナス5か。全員6人分足して6で割りますと。0も1人入ってるからちゃんと書くんだよ。6人。5で割っちゃダメだよ。6で割ってください。で、これ計算していく。ちょっと暗算大変ですけど、マイナス1、暗算しますよ。マイナス1になります。足すと7、23、18ですね。だから、18割る6になるんです、これ。つまり、18割る6を計算すると3でしょ？あえてプラス3って書いておこうか。プラス3。で、基準が80って言ってくれてるから、最後に、その基準に3点足したもの、その83点が平均点でしたと。こうやって、基準からのプラスとマイナスを使って計算することもできます。でもさっき言ったように、全員の得点を出して、6で割っても絶対83になるから。まあそれは任せます。でもできたら両方解けるよねって覚えてもらえると嬉しいです。で、最後魔法陣ですね。これ、縦、横、斜め、全部の和が同じという有名な問題なんですが、もうこれちょっと解き方をサクッとお伝えして終わります。これはですね、4×4 の今魔法陣なんですが、3×3、このサイズも出てきます。どっちにしても、全部揃ってるとこが絶対一箇所あるから。相当難しい問題でなければ。で、それを探すと、これ今ここにあるんだよね。この斜めのとこに。で、ここが揃ってるから全部足してみる。足してみると、これ10になります。10。だから、この魔法陣は全部足したら10なんだねってことがわかるので、あとは3つ揃ってるところ。例えば、ここ行こうか、縦。これ、7、6、マイナス5足すと8になるんですよ。8で、10にしなきゃいけないから2足らないんだよね。ってことは、じゃあ2か。2足せばいいじゃんっていう感じでやっていくの。で、そうすると今度ここの横、2、4、5って3つ揃ったから全部足すと11なんだよね。でも10にしたい。あ、1個多すぎるわ。だから1引けばいいじゃんってやっていくの。こうやって。ではどんどん行こうか。どうやって、順番どうでもいいんだけど、縦で行くとマイナス2、マイナス1、10。全部足すと7か。だから3足らないんで3足したろうみたいな。で、やっていくと、ここが、2だから、ここ8ですね。8。で、縦やると、ここが14になっちゃうんで、4オーバーしてるから4引く。ここやると13。3オーバーしてるからマイナス3。で、最後。これ、ま、どっちやってもいいんですけど、横から行こうか。ここ10だね。になってるから、ぴったりなんで、ここは0にしときましょうと。こんな感じで、ぜひね、解いてみてください。では、今回は中学校1年生の参考書の一編の力試しの解説やっていきました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、他のページの解説動画もありますので、もしよかったらね、そちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。